それじゃあね、植物の生活観見ていきましょうか、ね生活観っていうのは生まれてから死ぬまでの過程を生活史って言って生活史って言ってでその生活史この生まれてから死ぬまでの生活史を核層とかあとは生殖細胞なんかに注目してこんな風に丸い図としてまとめたものを生活観って言います。でね、生物選択者の方でもね、生活観のお勉強苦手な方多いですよね。ちょっとまとめてみました。面白いポイントはね、実は3つあって、まず1つ目は何かっていうと、俺たちって生物が多様だねっていう時に、生物のね、形とかに注目して、いろんな形の生き物がいるね、多様だねって言いがちなんだけど、でも実は、この生活史も多様化してるんですよ。動物、植物ちょっと見てみると、動物からね、我々動物からしたらこれ動物の一例だけど我々動物からしたら原数分裂で精子とか卵配偶子を作ってそれが受精して受精卵になってで体細胞分裂繰り返してまた大人の体になるね、高温な生活感ね、高温な生活史でが当たり前でしょって思うかもしれないけど、でも実はそれって進化の根元でその生活史自体の多様化が起こってるんですよ。実はこれって全ての生物に共通ではないんですよ。植物の生活感見てみると全然違うんですね。見てもらうと胞子体っていう 2N の体、ね、我々でいうね今の我々の肉体 2N だけど同じように 2N の体が胞子体、胞子体が原数分裂して胞子ができるんだよね。今ね動物見たら配偶子ができたけど実は原数分裂って植物は多くの植物は原数分裂でまず胞子を作るんですよ。でこの胞子が体細胞分裂して配偶体っていうね第2の体になって、この配偶体っていう体が体細胞分裂で配偶子を作って配偶子が受精して胞子体になるっていう、輪っかは輪っかだけど全然タイプが違うよね。こんな風に何が面白いかって生き物によって生活史自体が生まれてから死ぬまでの過程自体が多様化してるんですよ。これが面白いっすよね。複層単世代型って言ったり、動物のやつをこの上のものを複層単世代型って言ったり、下に書いたこの生活史を単複層世代交代型なんて言ったりするけど、いろんなね生活自体生活感自体にタイプがあると、そこがまず一個面白い。まあ入試に使う方はね、胞子体から原数分裂で胞子ができる、配偶体から体細胞分裂で配偶子ができるね、胞子体から胞子、配偶体から配偶子、ね、これだけしっかり、ね、押さえとけば、まあ、大体平均点ぐらいは取れます、ね、これ丸胞体って書いては胞子体ね、で胞子、配偶体、配偶子のこれで略ね、詳しくはもちろん資料集見てくださいね。そんなね、なんか全然違うって、そんな先生本当って普通に N っしょって思うかもしれないけど、こちら苔植物をご覧ください。みんなは苔植物だ苔植物だってよく注目しがちなこの緑の本体は実は配偶体で核層が N です。苔の胞子体ってこの配偶体の上に寄生してます。これは一応全て一例ね、この生活感ってこんな風に大きくまとめられるものばかりじゃなくて、苔は苔でもいろんな苔によっていろんな生活感持ってるんですよ。生まれて死ぬまでの、いろんな流れを持ってるんで、これ 1,2,3 ね、3つ代表例挙げたけどこれ全部一例ですね。気をつけてください、生物系進む人は気をつけてください。でこの胞子体ってこの配偶体に寄生して、これ、ね、実際に葉緑体持ってなくて、基本的に配偶体から栄養を奪って生きてるんですよ。この胞子体って 2N の体なんだけど、なんか俺たちからしたらね、なんかみたいな、全然なんかね、なんか本体じゃないのかなってね、実際ね、本体じゃないっていう風な言い方今までしてきました。生物の、学会でそういう風な言い方をしてきました。昔は胞子体が配偶体に寄生してる、苔植物はなんてね、寄生してるなんて言われたりもしてました。だけど一応ね、この生活化の流れは守られてます。配偶体が体細胞分裂で配偶子を作って、ね、これはちょんちょん同じね、配偶子を作って、その配偶子同士ね、配偶子同士が受精して胞子体になる、で胞子体が原数分裂で胞子を作る、ね、2N が N になるね、これ注意ね、胞子体が原数分裂で胞子を作る、でその胞子が体細胞分裂で成長して配偶体を作るっていう、一応この流れは守ってるけど、俺たち動物からしたらちょっと信じがたい、生活感ですよね。でこれが面白いの1個目ね、生活感自体の多様性があるっていう。で面白いポイント2個目はこの植物、陸上植物における陸上への適応なんですよ。
これさ、ここってさ、あの精子と卵、もしくはね、精細胞、卵細胞、あの、まあ、精子と卵の受精が起こってるね、ここでね、受精が起こってる。で、受精って水が必要なんですよ。だけど陸上に進出した時に水がないことにまず困っちゃうんだよね。じゃどうすっかなと。そんなに頻繁に受精なんかできねえぞって言った時にどういう戦略取ったかっていうと、じゃあこの胞子体の体をバカでかくして、この胞子、この胞子はね結構頑丈な壁に守られてて乾燥に比較的強いんですよ。胞子体をバカでかくしてめちゃめちゃいっぱい胞子を飛ばせば作ればいいんじゃないかっていう戦略を取ったんですね。こちらご覧ください。シダ種子見てみると完全に胞子体の方がでかいですね。シダ植物バカでかい、みんながねシダシダって言ってるのは、あ、明らかもう間違いなく胞子体で、でみんながね、あ、木だ木だって言ってるのはもう間違いなく胞子体ですね。あの普通の我々が目にするよく目立つ体ね、本体はどっちもシダ植物も種子植物も胞子体ですね。で例えばシダ植物はこの胞子体がね、まあ実際ね、あの胞子作ってるとこ見てほしいんだけど、まあまあ胞子体が原数分裂して胞子をいっぱい作ると。で胞子が成長して配偶体になる。え、配偶体も結構でかいんじゃないですかと思うかもしれないけど、でもねこれ見たことある人はね、これあのシダ植物の配偶体は別名全葉体なんて言われて、これすげえよく説に出るけど独立生活を営んでます。自分であの生きてきます。さっきのね苔植物の胞子体はね配偶体から栄養をね奪って寄生してたけど、配偶体に寄生してたけど、このシダ植物のねあの配偶体はね一応シダ植物の胞子体も配偶体も一応ねこの配偶体すら独立生活できます。だけどこれ結構でかいじゃんと思うかもしれないけど、もうね全然ねもうルーペ使わないと見えないぐらい、もうめちゃめちゃちっちゃいんですよ。これってこの配偶体ってものすごい小さい、もう完全に胞子体が本体って感じです、シダ植物は。だけどめちゃめちゃ小さいこの全葉体だけど、めちゃめちゃ小さい全葉体やっぱりあの配偶子を作ってね、配偶子を作ってそれが受精して胞子体になっていくっていう、こういう生活感を送ってます。種子植物もねバカでかいですよね、胞子体がね。もうまさにもう胞子体が本体だって感じですよね。このみんながよく見る木は全部胞子体だからね。でまあ原数分裂でできる胞子に相当するものがね、花粉子分子とか胚の細胞で、花粉子分子がねあの体細胞分裂ね成長して花粉になって、胚の細胞が胚のになっていくんで、花粉とか胚のがまあ胚偶体に相当する。まあ、あんまりね胞子とかね胚偶体とかね、あんまりこれ一応あの種子植物の中の筆植物描いてるけど、あんまり筆植物に使わないんだけど、まあまあ成熟した花粉とか胚のがまあね胚偶体に相当ね、そして卵細胞とか精細胞が胚偶子に相当する。で、あ、この胚偶子、卵細胞とか精細胞が胚偶子です。で胚偶子が受精して、そして胞子体になっていく。もう明らかにこのもうサイズ感がでかいでしょね。これはおそらく受精の頻度を減らしたいな、だったらこの胞子をいっぱいばらまくために胞子体がでっかくなった方がいいなっていうね、おそらく進化の、選択圧のを背景にこんな風に進化していると考えられています、一説ではね。で面白いポイント3つ目はね、こういうねいろんな生き物が出てくる、いろんな生き物が出てくるね、あの勉強するとねよくねあの高校生から、じゃあどの生活感が一番有利なんですかって聞かれるんだけど、これね書ききれないくらい生き物によって生活感ってむちゃくちゃいっぱいあるんですよ。だって無性生殖しかしないねアメーバなんかもいるわけじゃん。だからむちゃくちゃ生き物ごとに生活感があって、どれが一番有利とかってこれまあ、結論が出ないですよね。っていうか今全部成功してるんですよね。今この地球上に生き残ってるってことは全ての生活感が成功してるんですよ。だから実はこれって輪っかになってれば、重要なのは生活感、この図が感情になること、この図が輪っか状になることが何より大切で、つまりこの輪っかがいつ生まれたかって言ったらね、40億年前、ね、もしくはもっと前かもしれない、その40億年前に生まれたこの輪っか、初めに戻るっていう、いろんな体を経て初めの体に戻るっていうこの輪っか、この輪っかが40億年前に生まれて、そして 今でもこの輪っかがずっと続いてるんですよ。だからこの感情、生活感のこの感情、また元に戻るっていうこの感情、輪っかのシステムって生命の結構本質で、まあ、これからね何億年先までおそらく続いていくだろうという、この輪っか状のね、この輪っかが閉じないと増えることができないよね、生命ってね。だから結構ねこの生活感の図が閉じるってことは生命にとって、この生命の、進化にとって非常に重大なことなんですね。以上です。こんな風にねちょっと生活感のねちょっと興味深い話もしてみました。なかなかね復習しづらい分野かもしれないけど、まあね、何か、
何かのね、タイミングがあったらね、問題に出てきたとかね、資料集でちょっと目についたとかあったらね、そのつど復習してみてくださいね。植物の生活感でした。